はいどうも、サスノです。今日は数ある熱帯魚ブランドの中から私のおすすめブランドを紹介していきたいと思います。それぞれ何が強いとか特徴あると思うんで、それも踏まえて参考にしていただけると幸いです。それでは行ってみましょう。まずはジェックスさんですね。まあ、どういうブランドかっていうと、まあ、とにかくかゆいところに手が届くようなアイテムが多いですね。あったらいいのになっていうアイテムが大抵あります。で、最近では水替えが楽になるようなアイテムが多いですね。例えばラクフィルであったりとか、まあ、あの投げ込み式フィルターのろ過ボーイなんかも有名ですね。で、最近だともうボトルアクア用の水槽も結構充実してるんじゃないでしょうか。アイテムの数量だったら他のブランドを多分超えるんじゃないかなっていうぐらいの豊富なアイテム数だと思います。私はね、かなりジェックスのアイテム使わせていただいてます。はい。で、特におすすめのアイテムはですね、グランデカスタムっていう上部フィルターですね。これ何が強いかっていうと、あのろ過層を増やすことができるんですよ。はい。私一回動画でもちょっとご紹介してるんですけども、これろ過層を増やせるっていうのかなりの強みだと思います。外部フィルターを使わないで上部フィルターを使っているっていう方には特におすすめなんじゃないでしょうか。こういうアイテムないかなって思った時はまずジェックスさんで探してみると大抵あるんじゃないでしょうか。豊富なアイテム数、それがジェックスのいいところだと思います。続いてはエーハイムですね。エーハイムといえばね、外部フィルターですね。まあ、ドイツのメーカーなんですけど、70年以上の歴史があるんですね、エーハイムは。まあ、外部フィルターという言葉が出たらまずあの緑色のって出るんじゃないでしょうかね。アクアリストだったら1回ぐらいはあの通る外部フィルターだと思います。定番の安心感が欲しい方、ぜひエーハイムの外部フィルター使ってみてください。で、私のおすすめアイテムなんですが、水質調整剤の 4-in-1 になります。はい。これだけ外部フィルターを押しといて水質調整剤を押すっていうね。はい。でもね、自分ずっと使ってるんですけど、まあ、使いやすくてね、とてもいいんでね、ぜひ使ってみてください、 4-in-1。 はい。次はこちらテトラですね。ドイツ初のアクアリウムメーカー、まあエーハイムと同じですね。で、テトラといえば豊富な餌の種類じゃないでしょうかね。テトラミンってかなり有名だと思うんですけど、まあテトラプランクトン、私も使ってますね。あとコリタブ、テトラコリドラスってコリタブなんですけど、これかなり使ってるんじゃないでしょうか、みんな。まあ餌といえばテトラっていうぐらいテトラだと思います。テトラテトラ言ってますけど、はい。で、外掛けフィルターも有名なんじゃないでしょうかね。AT シリーズとか OT シリーズって、まあ、名前だけだとちょっと分かんないんですけど、この AT ってちょっと画像を出しておきますけど、これ多分かなりの人が使ってるんじゃないでしょうかね。小型水槽とか、まあ、大型水槽でもサブフィルター的に使うこともできるし、私もね、ずっと AT シリーズの 75AT75 っていうやつずっと使ってたんですよ。これ何がいいかって、あの外掛けフィルターにしてはものすごくでかいんですよね。で、30センチキューブにつけるとぴったり入るんですよ。まあ、ちょっと水流もね、気をつけないといけないんですけど、水流調節機能もついてますんで、中の専用フィルターも結構まあ安価にね売られてるんですけど、僕はずっとグラスリングとか入れてましたね。物理ろ過じゃなくて生物ろ過の方に書いてました。はい。で、小型の水槽セットとか数多く出してるメーカーでもありますね。続きまして ADA ですね。アクアデザイン天野です。ネットでは買えないんですよ、これ。ここのメーカーって通信販売が確か禁止されてるんですよね。で、ネイチャーアクアリウムを歌ってるだけあって、水草をメインとしたレイアウトに適したアイテムが多いです。
水槽の透明度は本当にやばいです。うん、これはね、水槽きれいに見せるために作ってるっていうのはね、わかりますね。特にね、アクアスカイっていう照明が、いやもう本当綺麗です。まさにね、ブランドっていう言葉がちょっとふさわしい感じはします。うん、やっぱりね、値段もそれなりにねするんですけど、まあいいものはいいっていうことですね。うん、とにかく水草を中心とした美しい水槽が作りたいっていう方にすごくおすすめなんじゃないかなって思います。うん、全体的にね、ガラスというか金属というか、まあそういうのをイメージしたようなデザインが多いですね。うん、かっこいい、おすすめです。はい、続いてはことぶき工芸さんですね。これもね、めっちゃ老舗ですよ。うん、かなり古くからありますね。で、ここのメーカーの強いところというか、私が推したいポイントはレグラスシリーズっていう水槽なんですね。まあ、通常のレグラスシリーズもまあ綺麗なんですけど、自分が特におすすめしたいのはレグラスのブラックシリコンっていうタイプの水槽なんですよ。縁の部分が黒いんですよ。うん、正直ね、言葉で言うよりも実物見てみると、あーって思うと思います。うん、黒を基調とした、なんというか、まあスタイリッシュなデザインにレイアウトしたい人にはすごくおすすめかと思います。あとはインテリア水槽にも強いかもしれないですね。アークっていう水槽があるんですけど、かなりおしゃれですよ。うん、俺このメーカーすごいと思いますもん、このおしゃれ感。うん、で、個人的に好きなのは、ことぶきさん外部フィルターも出してるんですけど、パワーボックスっていう外部フィルターがあるんですね。これね、見た目のデザインがね、すごくこうハマったんですよね。受け取り方それぞれあると思うんですけど、なんか80年代のロボットアニメ的な感じしません？うん、フォルム、なんかスパロボとかに出てきそうなイメージがするんですけど、うん、だからすごいね、かっこいいなと思ったんですよね。まあ性能は分かんないですけど、正直買ってないからすいません、ことぶきさん。はい、最後にご紹介するのは須藤です。はい、須藤といえばサテライトなんですよね。うん、サテライトって言われて、多分ほとんどのアクアリストは使ったことあるんじゃないでしょうか。うん、グッピーとか隔離して産卵を行わせる産卵箱ですね、簡単に言えば。うん、まあぶっちゃけ説明不要ですよね、ほとんどね。ただ須藤はサテライトだけじゃないんですよ。うん、おそらくね、熱帯魚水槽だとあんまりないかもしれないんですけど、金魚やってる方だったら大抵使ったことあるんじゃないでしょうか。土管とかタコ壺とかね、ああいう水槽オブジェも作ってます、須藤さんは。うん、自分ね、土管とか、最近だと、エレファントノーズ用になんかこう木のオブジェみたいなのを買ったんですけど、それも当然須藤さんですね。うん、なんで、水槽用オブジェが欲しいとか、うん、そういう方は須藤で調べるとすぐ出てくるんじゃないでしょうか。自分はね、個人的には鳥居みたいの好きですね。ただおすすめアイテムは土管です。うん、これはいいですよ。はい、今回紹介したブランドなんですが、まあ本当に触りの部分というか、私の個人的な見解でね、ご紹介してますんで、違う部分もあると思うんですよ。そこら辺は本当に申し訳ないですが、ご了承ください。まだまだ紹介してないブランドもたくさんあるんですけども、もしね、今日紹介した中で、あ、このブランド気になるなっていうのが一つでも見つかれば、幸いだと思います。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。